が交差しているので、どちらにも回れないようになります。こういう感じで足で組んで、そうするとやっぱ足を蹴られて逃げられてしまう。ここで勝つ。サドルからのサドヒール、この足を外側に組んだ足をこういう感じで伸ばしていって、この足を伸ばして決めるというのは、相手のこのこっち側の足を下に向かわせたいですね。で、下にこの状態でこうやって下に向かわせるのはまず力が入らないですね。まっすぐ伸ばすと自然とこれが下に向いていきます。で、こうやって